軍でブコビナがオーストリア帝国に属していた1864年から1882年にかけてチェコ人の建築家ヨセフ・フラブカの設計で建てられた建造物群はかつてのブコビナ不死教たちの住居や聖堂、修道院庭園などからなり現在はチェルニウツィ大学の校舎の一部として利用されているハプスブルク君主国が 宗教寛容政策をとっていた時期に栄えた東方正教会の影響力の大きさを伝えると、共に様々な時代の建築様式が素晴らしい形で融合した歴史主義建築の傑作であることから2011年にユネスコの世界遺産リストに登録された。ブッコビナは1768年から1774年のロト戦争の後に結ばれた旧築海なる寺条約を経て、 領有権が変わり、1775年からは、ハプスブルク君主国に併合された。モルドバ聖教会のラダウジノフ主教たちの所在地が、当時、チェルノビッツと呼ばれていたチェルニウツイに移された。ハプスブルク家の皇帝ヨーゼフ2世は、ブコビナ聖教会の設立にも関わり、後に、ブコビナ主教区とダルマチア主教区が合併された。 不主教の土地邸ヘレスクのための邸宅は地域の軍当局によって建てられた。鳥居急いで1783年に完成した建物はみすぼらしい外観で、中は天井の低い小部屋に分けられ、レンガ敷きの小さな礼拝堂が付属していた。この建物は木造で湿気で繁殖した金のせいで1790年に一部が崩れ、残りも取り壊された。 そのため、ヘレスクとその後継者たちは、賃貸部屋を点々とせざるを得なかった。点々とした最後の後継者になったのが、エウゲニー・ハクマンで、彼は1851年から1852年に、リビウの行政庁に一連の報告書を送り、現状は、不主教の待遇として、異言を損なうものであると訴えた。そこで、宗教問題を管轄する省は、 新しい不死教邸宅のための建築家を選出するコンテストの最高を決め、その旨の布告を出した。その結果選出されたのが、チェコ人の建築家、ヨセフ・フラブカであった。その設計の準備中、フラブカは、ブコビナ地方の伝統的な建築を調査し、1866年には、ブコビナにおける東方正教会の建築群という論文が、専門誌に掲載されたこともあった。 建造物群についてのフラブ化の提案には、不死協定宅だけでなく、行政府、応接室、図書館、聖火隊の学校、教会芸術の美術館、礼拝堂などを含んでいた。出来上がることになる建物には、ビサンティン建築やアルハンブラ宮殿に触発されたムーア人建築の様式が組み合わさっていた。建設は百六十四年に始まったが、 技術的な諸問題、1872年以降のフラブカの病気、地元の行政当局とフラブカの確出などによって遅延を余儀なくされた。行政当局との対立からフラブカは辞職し、その後を引き継いだフェリックス・クシエザルスキーの無能ぶりから作業はさらに遅れた。建造物と制度群の剣道は1882年から1883年に かけての冬のことであった。不主教の邸宅は、プルート川とその支流に挟まれた小高い丘の南東斜面に立地しており、その丘全体が世界遺産の干渉地帯に指定されている。建造物群はおよそ幅70メートル、奥行き100メートルの中庭の3方を囲むように建っており、残る一方に高い柵に収まった正門などが配置されている。 こうした配置は、聖地エルサレムをモデルにしたとも言われており、イタリアで15、16世紀に盛んに造営され、世界遺産にもなっている、サクリ、モンティの19世紀版と位置づけられることもある。不主教の邸宅、神学校と三成聖者の聖堂、修道院、大理石の間の天井、赤の間、三成聖者の聖堂中庭を挟んで聖門と向き合う、 建造物群中で最大の建物が、不主教の旧廷宅で、スチャバのヨアンの礼拝堂を含んでいるが、現在は、チェルニウツイ大学の近代語学部棟になっている。旧廷宅内には、美しい天井画を持つ、不主教たちの会議室だった部屋があり、現在では、大理石の間と呼ばれている。この、大理石の間には、かつては、ブコビナの画家によって描かれた。 歴代オーストリア皇帝の肖像画が掲げられていた。他の主要な部屋としては、かつて不主教の図書室だった、青の間、紹会議室だった、赤の間、応接室だった、緑の間などがある。世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議は、赤の間について、結出した美しい木製の宝石箱で、 その壁画が中国産の赤い絹で飾り立てられているかのようである。と評した建造物群の右翼、つまり門から見て中庭の左側に立つのが求人学校とその付属制度である三成聖者の制度で、求人学校は1870年の建設、付属制度は1878年の着工である。カール・ヨブストをはじめとするウィーンから来た芸術家たちや、 地元ブコビナの芸術家たちによって描かれた壁画が残っている。その建物と向き合って門から見て右側に立つのが九州道院で現在は大学の地理学科棟になっている。その建物の時計塔はダビデの星で飾られており建造物群が建てられた時にチェルニウチイのユダヤ人コミュニティも完成に貢献したことを伝えている。建造物群の全体は 景観整備された広大な公園の中に立地しており、その公園には1937年に制作されたフラブカの彫像も立っている。1899年頃の邸宅部小比奈の不死教区は19世紀東南ヨーロッパで最大級の影響力を持つ不死教区だったとも言われる。その不死教区の邸宅はもともと神学部を主催しており、 第一次世界大戦後に大ルーマニアに併合された時点でもそのように機能し続けていた。そしてその機能は1918年11月28日に不主教の会議室でルーマニアの正式な認可を受けた。しかし第二次世界大戦中には建造物群が荒らされ戦火によって著しい被害を受けた。戦後ソビエト連邦に併合されると神学部は閉鎖され、 1955年に建造物群が修復された時点で地元の大学へと譲渡された。それまでに貯蔵庫として使われた時期があり、その時に塗りつぶされてしまった壁画も多くあった。1957年からは政府の保護を受けられるようになったため、1967年まで内装の復元が行われ、もともとの調度品の中にもこの時に修復されたものがある。 1991年にウクライナが独立すると国の文化財として登録され2004年以降には大規模な修復工事も行われた。ブコビナ・ダルマチアフ首教の邸宅が世界遺産の暫定リストに記載されたのは2007年6月11日のことであった。その時の名称はブコビナ・フ首教たちの邸宅だった。アイコモスは 現地調査も踏まえた上で翌年に勧告を出したが、その内容は、顕著な普遍的価値の証明が不十分であることや、公園の管理計画の問題点、さらに内装の修復のされ方についての情報も、十分に提示されていないなどといったことを理由に、登録延期とすべきことを勧告した。しかし、その年の第35回世界遺産委員会では、勧告が覆され、 逆転での登録が認められた。晩年のフラブカウクライナ当局は世界遺産の登録基準に該当するものとして推薦したが、アイコモスはについて将来的に適用できる可能性に含みを持たせたものの全ての基準の適用を否定した。しかし、その判断のうち基準以外の3つについては世界遺産委員会の審議で覆されたためでの登録となった。 それぞれの立場を順に説明する。世界遺産としての正式登録名は、レジデンス・オブ・ブーコビニアンダルメシアン、メトラパリットンス、レザデンス・デ・マトラー・プルイツ・デ・ビュー・カバイニー・デ・ダルメイティで、ある。英語名のメトロポリタンは、大都市の住民という意味のほか、カトリックでは、首都大司教、東方正教会では、不主教という意味がある。フランス語の場合、メトラパリトンが、 首都大司教と不主教の両方の意味を持つのに対し、世界遺産登録名に使われているマトラーポリットは、もっぱら不主教の意味に使われる。世界遺産登録名の日本語訳は、資料によって以下のような違いがある。ありがとうございます。